2019オートバックススーパー GT 第2戦富士 GT500 キロレース、不安定な天気が、今日のレースの波乱を生む、そんな可能性もあります。三沢さん、はい、はい、何かそうですね、このレースセーフティーカースタートとなりましたね。セーフティーカーでのスタート、はい、ですから、まずは最初数周セーフティーカーで走ってからということになるんですね。はい、2019オートバックスーパー GT 第2戦300はリアライズは綺麗に大きく後方に差をつけて、そして3番手争い、今マッハ車検の横からモデューロ NSX、 さらに ARTA の NSX が大外から2台ごぼ抜きか、高木真一今4番手にアップ、マッハ車検も抜けば3番手だ。さあどうだ、 NSX とマッハ車検の戦い、これで高木が3番手、セーフティーカーが入ります。今ホームストレートの上もですね、雷が光っておりますけれども、セーフティーカー導入となりました。インアウトどっちから行くか、アウトから行く、これアウトサイドから前に出た、伸びた、そして福住2例も来ている、福住2例もアウトサイドからどうだ、2台にオーバーテイクされてしまった。あっと接触があった、レオンがちょっとスローダウン、その間に福住2例もオーバーテイクして、これで3番手に小暮、4番手福住2例、300クラスですけども、はい、ARTA のですね55号車、はい、タイヤ無交換でピット作業を終えて出てますね。今ちょうどホームストレート1コーナーに向かって走っていますが、これがタイヤ無交換だった。ここは300のARTA の横、今よく避けましたね。平峰、そして後ろからは元島、あと2周ですよ、あと2周どうでしょう、逃げ切れるか、ちょっと500キロ、さあこれだいぶ縮めてきたんじゃないですか。縮まりました。さあここは300、まだ争いが続いている、優勝争い、デールトゥノースだ、高木が狙っている、これはすごいファイナルラップだ。今100ある、いやここに狙っていく、ここはキーパーがいる、しかしそのキーパーだーっと、ちょっと今キーパー引っかかっちゃったか、そうですね、開いちゃいましたね。ダンロップからのセクター3がある。さあどうだ、ダンロップの飛び込み、近づいてきた、いや選手も救われましたかね。問題はGR スープラコーナーあたりが、さあここは小さく回ってきたぞ。いや GR スープラ行きますよ、飛び込みますよ、ここだ、どうだ、13コーナーからここ GR スープラコーナー、うまく走りましたね。安田選手もいい。いや安田選手今後ろが見えてましたね。残るは最終パナソニックコーナー。さあスイッチラインをする。滑っちゃった今。高木選手のタイヤも楽じゃないね。テールテノーズ、さあ立ち上がった後はコントロールラインまで伸びてこれるか NSX。でも GTR も伸びてくる。デッドヒートの最終ラップ。300制したのはキーナー GTR11 号車安田。そして2位に ARTA NSX、 ゲーナータナックス GTR が去年のタイ以来の優勝ということになりました。2位に ARTA NSX GT3、 3位は最後オーバーテイクからこの入りましたマネパランボルギーニ GT3 です。ポイントランキングも暫定ですがご覧いただきたいと思います。高木、福住の55号車 ARTA コンビが 23.5 でトップ、平中安田、今回の勝利で20点取りまして2番手、平峰、そしてフェネストラスが12ポイントで3位、さあということでした。そして最後は一歩届かず、でも本当に素晴らしい走りでした高木選手、そして福住2年選手 ARTA NSX で、その戦略の自由度がですね、300クラスがやっぱり広いので、チーム、フレキシブルにやっぱり対応したですから、あの判断がやっぱりできるっていうのは、それはチームの強さですから。素晴らしいチームですね。ありがとうございます。解説、井田拓也さん、三沢秀俊さん、ピットリポート、高橋宏さん、竹内志麻さん、実況の記者でお送りしました。で、また、鈴鹿で。